はい、手巻き卵喫煙動画、今回は、こちら、ペペの、ナチュラルグリーンだっけ、これですね。あの普通のペペよりも薄いやつ、うん、あ、イージーグリーンか、イージーグリーンですね。無添加、こちらが660円で 30g 入りです。無添加 100% 純粋なバージニアバ、吸いやすいスムーズな味わいと書いてあります。それでは行きましょう。付属ペーパーはこちらスモーキングのグリーンです。パカッと開けてみると、あー、やっぱ乾燥してるね。乾燥してるけど、あれだな。前回吸った、ドミンゴのナチュラルに比べると、はるかに、あの、刻みが、細かいんだけど、まあ、これぐらいだと普通だ、普通かな？普通ぐらいの刻みですね。刻みの粗さがね。ピュアのスリムフィルターと、ペーパーは、こちら、レーベルの、じゃあ、チェの巻き紙で、巻いていきましょう。ペペの普通のグリーンは吸ったことあるんですけど、非常に美味しかったんで、まあこっちはどう違うのかなという。まあこれも加湿しないとあれだろうな。辛いとは思うけど。とりあえず通常の状態で吸ってみよう。はい、それでは吸っていきましょう。うわ、辛っ！すごい辛い。辛っ。まあ辛さは加湿すればね、マイルドになるとは思うんで、味はバージニアバなのに特に酸味もしないですね。そんなに美味しいかと言われると微妙ですな。確かに、ペペのグリーンに比べ、普通のやつに比べたら軽いような気がする。軽いっていうかもう辛いんで、あの、コクが特に感じられない。すごい乾いた。なんか、なんて言うんだろうな。煙が舌に乗ってこないっていうか、味がそんなに舌を通じて感じられないというか。これは、これ加湿しないと絶対わかんないな、これ。加湿しないで吸ってる状態だと全く、なんだろうな。全くわからんな。普通のナチュラルの、
ナチュラル系タバコと、まあ、ほぼほぼ変わんないですね。辛さが前面に出てて、ほとんど味がしないです。うん。リッチグリーンの方が多分なんか美味しいと思うんだけどな。うん、これはあれだな。辛い。辛いっていう、すごい辛い。他の、ナチュラル系に比べても、はるかに、はるかに辛いですね。これは加湿して吸うべきでしょう。加湿して吸わないと。全く。タバコの味わいもクソもない。ほぼほぼ辛いっていうのと、軽さが軽いので、全くその、なんだ。なんか重いタバコとかに比べると、ものすごい軽すぎて、なんだろうな。ダメですね。軽すぎてダメです、これは。ああ。これはダメですね。今度あれだな。加湿して吸い直さないと、これは正当なレビューできないと、これ全然。今までの、ナチュラル系に比べても、はるかに、味が、ほぼほぼそんなにしない。味が薄い。味が薄いですね。うん。他のナチュラル系だと、加湿しなくても割かし味は強かったんですけど、これはほとんど味が軽すぎて、薄いです。非常に。これはもう一回レビューし直す必要があるな。絶対、明らかに違う。他のナチュラル系と比べてもはるかに辛くて、味が薄いんで、これは全然レビューにはならないですね。まあ、また今度加湿して吸ってみましょう。加湿しないで吸ってみても、ほとんど辛さしか感じない。これダメです。二つ星。ご視聴ありがとうございました。